はい、皆さんこんにちは、フラワーディソシンです。今月号の How to Do 画は、こう刃物を使ったアレンジメントっていうか、刃物のテクニックをこう駆使して作るかっこいいアレンジメントを皆さんにお伝えしたいと思います。これからね、いろんなといっても実は結構躍動したアレンジを作るんですけれども、使ってる葉っぱは3種類なんです。ラットの3種類です。なので皆さんも実践できると思いますので、ぜひね、実践してみてください。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、今日はですね、こちらの器にアレンジをしていきます。では早速始めていきましょう。どうぞ。まず最初にこのストレッチャーの葉っぱですね、これをこのまんま入れると面が強くなるじゃないですか。だからこの半面をこうナイフでカットします。ここをきれいにこういうふうにカットしていきます。はい、このようにカットできました。そしたらここにこれを刺していきますね。そしたら今度はね、逆半面をカットしたストレッチャーの葉っぱをここに刺していきます。でその時にまあ、ここのストレッチャーの葉っぱをためて、で角度をね、こう少し角度を変えるっていうか、まっすぐ2本が同じように平行になっていくんじゃなくて、角度を変えて、あ、こっちは少し落ちて、こっちが少し伸びたみたいな感じにしていくと、動きが変わってかっこいいアレンジになります。はい、その次にこのアジサイですね。アジサイでこの中心部分を埋めていきます。はい、こちらアジサイが入りました。はい、次にですね、こうドラセナの葉っぱをこう1枚にしたのとか、こう長くね、こうステムを残して1枚長くカットしたものとか、あとはこのようにホチキスで留めたものをここに配置していきます。長く伸ばしたドラセナはこのように、ここがくるっとこう重力に、なんていうんですかね、この重力に逆らわないで下に向けるとちょっと死んだようなイメージになっちゃうんで、ちょっと上に上げてこう垂れるような感じにするとかっこよく仕上がりますね。でそれに添えるドラセナを入れます。あとはこの丸めたドラセナとかを配置していきますね。はい、こちらね、この丸めたドラセナとか中央部分にあるドラセナが全部入りました。はい、次にですね、こちらのこの辺りにこのドラセナの葉っぱで動きを出していきます。でこのようにして、ここにね、こうドラセナの葉っぱを入れ込んで、そしてですね、これだとこう弾けてくることがあるので、こう24番ワイヤー見えますかね、24番ワイヤーをこう U ピンにしてこれを刺します。ここにこう刺します。そうするともうこれは外れないですね。でこれを後ろの方にも入れていきます。はい、こちらドラセナのこの動きのあるドラセナがね、入りました。はい、続きましてこちらのこのケマンソウを入れていきます。はい、こちらケマンソウがアレンジに入りました。はい、次にこちらですね、これなんだかわかりますかね。これね、ドライになったブロンズリーブスという葉っぱです。こちらをこのアレンジに入れていきます。このね、ドライになったものっていうのはこう葉っぱ、なんていうか、こう作品の葉っぱ、作品の時間経過
っていうのを表します。このように少し入れる、ドライを少し入れることによって成果とドライとの間でこう時間経過がね見ることができますので、ちょっとこうワンランク上のアレンジメントに仕上げることができます。はい、こちらねドライになったブロンズリーブスが入りました。次にですねこちらのこれレッドフォックスっていうねこう猫じゃらしみたいな、こいつを入れていきます。はい、こちらでレッドフォックスが入りました。ではですねこちらで完成となりますので正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。まあ、今回はね刃物の使い方を中心に、アレンジをしていきました。さまざまなね、まあさまざまなといっても、まあ、結構躍動感出てると思うんですけど、使ってる刃物は3種類ですね。3種類の刃物しか使ってません。だからもうカットの方法とか、こう刃物を加工するテクニックとか、そういうもので全てこう変化がつけられるということですね。なのでぜひこうテクニックは覚えておいてください。ではですねまた次回 How to do かもしくはフラワー TV、まあ、両方ともフラワー TV なんですけど、お会いしましょう。 See you next time。って日本名でタイ釣り竿っていうの知ってますかね。ちょうどこうタイ釣り竿っていうんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、違ってたらごめんなさい。